加したのは今年4月1日までに20歳になった259人です。渡辺龍吾市長がお祝いの言葉を送った後、北村博樹さんが代表して誓いの言葉を述べました。地域を勇気づけ、元気を届けられる社会人となれるよう精進する所存です。やっぱりもう子供じゃないので、ちゃんと自分の判断で正確な判断をできるように頑張りたいです。佐渡に帰ってきてお世話になった人たちのに恩返しできるようにこれからも頑張りたいと思います。参加した若者は人生の節目を迎え決意を新たにしていました。